こんにちは、伊藤です。今日のこの動画では、後頭骨に付着する筋肉の解剖学を解説していこうと思います。後頭骨っていうのは文字通り、後頭部にある骨なんですよね。ここの、緊張とか、こう、アライメントの悪さ、こう、姿勢の悪さっていうのは、頭痛とか首の痛さに結構ね、ダイレクトに関連してくるので、じゃあここにひっついてる筋肉も大事だよねっていうことが考察されるわけです。では、表層の方の筋肉から見ていきましょう。一発目。ここの筋肉なんですが、これ解剖書で見ると、腱膜と呼ばれる膜組織として捉えられてますが、これ筋肉なんですね。棒状腱膜というものです。棒状腱膜、帽子状の腱の膜。これ分類的にはどうなんですかね、筋肉で捉えられるのか、結合組織で捉えられるのか。まあ僕はそこの詳しい定義付けっていうのはわからないんですが、まあこの動画ではね、筋肉として扱いましょう。棒状腱膜というものがあります。これは後頭部の、上の方ですね。だから頭部の上の方に向かって伸びていく感じですね。次がこれ、僧帽筋です。僧帽筋、僕の動画では登場回数がすごく多いですね。これ、後頭骨に付着をします。次が、これですね。この筋肉、胸鎖乳突筋って言うんですね。胸鎖乳突筋。この筋肉は付着部が筋肉の名前になっている筋肉なんですよ。胸骨、鎖骨、乳腰突起ですよね。なんですけど、これね、実は一部後頭骨にも付着をするんです。このことを知っておくとですね、首の硬さとか頭の硬さ、頭痛に関してこう理解が深まるんですよね。例えば、あ、なるほどね、この筋肉は乳腰突起、つまり側頭骨ですね、側頭骨にしか付着しないって思っておくのと、後頭骨にも付着しているよねっていう知識があるのとないのでは全然ね、考察とかで変わってくると思うので、こういうのも細かいことですが大事なんですね。これが表層の方ですね。棒状腱膜、僧帽筋、胸鎖乳突筋です。では、深いところに行きましょう。表層の筋肉はのけました。これ行きましょう。これ、頭板状筋というやつです。頭板状筋。文字通り頭っていうのが入ってますよね。ちなみに、頭の筋肉、首の筋肉で、頭という単語が入ったら、おおむね後頭骨に付着をしております。これからね、またこう、頭っていう、つく筋肉が出てくるんで、覚えておいてください。これ、頭板状筋というやつです。その奥にあるのがですね、これが、頭半極筋というやつです。ね、後頭骨に付着するやつだし、頭、頭っていう単語が出てきますよね。だからこういった細かい筋肉で覚えるのって大変じゃないですか。いろんな複雑な名前がありますよね。だから一つの覚え方としては、この頭っていうのが入ったら後頭骨に付着するんだ。頭に関して付着する筋肉なんだっていう理解で、僕はいいと思っています。頭板状筋っていうのと、頭半極筋というやつですね。では次の頭がつくやつなんですが、これですね。これを頭最長筋と言います。頭最長筋ね。はい。これも頭っていうのがついていきましたね。だからこれは後頭部に付着をします。後頭骨に付着をします。これらの筋肉はね、比較的、真ん中の層にある筋肉かな。さっき見たのがね、僧帽筋とか棒状腱膜とか、胸鎖乳突筋がありました。で、頭板状筋っていうのと、頭半極筋、そして頭最長筋っていうのがありますね。まあ、比較的中間層にある感じですよ。では、深いとこ見ていきましょう。ここの3つの筋肉がですね、後頭骨に付着します。このなんか、ちょっと黒で見えないんですけど、ここをですね、小後頭直筋と言います。小後頭直筋。そして、これよりちょっと大きいやつがですね、これを大後頭直筋と言います。長いんで省略しますね。小後頭直筋と大後頭直筋っていうのがあります。そんで、これをですね、上投射筋っていう筋肉です。
上投射筋ね。ね、これ全部頭っていう理がつきますよね。特に小後頭直筋、大後頭直筋なんかも親切にですね、後頭ってつくんで、これもね、後頭骨に付着するっていうのはわかりますね。ちなみにこの3つの筋肉っていうのは、後頭下筋群っていう筋肉なんですよ。後頭骨の下にある、しかも深い筋肉なんですね。これね、実は4つあるんですよ。でも今日なんか3つしか言わないですね。そうなんです。このラストのやつっていうのは後頭骨に付着しないんです。だけど、この筋肉、下投射筋って言うんですよ。ん？でも、下投射筋ってこれ、後頭骨付着しないんですよ。なのに、頭ってつくんですね。これはね、なんか納得はできないんですけども、でもね、名前を付けた方が、まあ、なんかの入れ違いかなんかなのかな、後頭骨に付着してるみたいな感じで名付けたのかもしれません。それはわからない。だけど、下投射筋っていうのは後頭骨に付着はしません。いいですか？小後頭直筋、大後頭直筋、そして上投射筋っていうのが後頭骨に付着していきます。では、もっとね、細かい筋肉を見ていきましょう。これ、顎とか頭部っていうのを横から見ています。これがさっき見た上投射筋ってやつね。で、これが頭最長筋っていうやつですね。いいですか？で、ちょっとわかりにくいけど、この筋肉とこの筋肉に注目をしていきましょう。この若干後ろにあるやつがですね、外側頭直筋と言います。外側頭直筋。これ後頭骨に付着しますね。頭部、頭っていう感じがついています。で、こっちがですね、前頭直筋というやつです。前頭直筋ね、これ非常に珍しいです。頸椎とか頭部の前側に付着する筋肉ってそんなにないんですよ。頸椎を見ても、頸長筋っていうやつぐらいなんですよね。他にもあるけど、こういった感じで頸椎とか頭部の前側に付着する筋肉って非常にレアなんですよね。だから、僕個人的にはすごく面白いと思ってます。これが臨床とかエクササイズで、じゃあどう活かすねんって聞かれたら、って、なりますけど、個人的な感覚で言ったら、こういったね、前側に付着する筋肉珍しいよね。だから面白いよねっていう僕の個人の思考です。いいですか？これがですね、すごくちっちゃい筋肉たちですね。横側と前側にあるすごくちっちゃい筋肉です。外側頭直筋ってやつと、前頭直筋っていうやつですね。こんな感じですね。後頭骨に付着する筋肉っていうのは、大きい筋肉、真ん中ぐらいの筋肉、ちっちゃい筋肉っていうのがあるんですね。ちっちゃい筋肉っていうのは、頭頸部、頭とか頸椎のバランス保持ですごく大事ですし、大きい筋肉は頭部、頸部の運動で大事。こんな感じで、いろんなこう、バリエーションのあるサイズがね、付着する箇所なんで、痛みっていう観点でも大事、可動域制限っていう観点でも大事だし、バランスっていう観点でも大事。いろんなこう、役割を持った筋肉が後頭骨に付着する。まあ、僕はこういうのがね、面白いなと感じております。ぜひ参考にしてみてください。そして僕は YouTube だけではなくて、Instagram でもこういった配信をしておりますので、YouTube でのフォローはもちろん、インスタでのフォローもよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。